あんたは強い。あんたは負けない。将来の夢は火影を越す。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。サスケ君を連れ戻して。お前は一体何なんだ。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前を弟子にしてよかったわい。なんで俺にそこまでこだわる。仲間を忘れるな。あなたを愛してる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私も それが人道だから。死ねるか。いたちの生きた意味をこんなところで。俺は許せ、サスケ。また今度だ。怪我はねえかよ、ビビリ君。お前は弱い。よう、うすらトンカチ。友達だ。仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。これで最後だ。あいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ。我々は木の葉を潰す。俺はお前をずっと愛している。いいな。お前らが欲しいのはこいつの体のはず。この左目の回収が済んだらこんなもの捨ててやるよ。左目を渡せばマダラがさらに厄介になる。ならそんなことさせるはずないだろう。カカシ、奴はクロゼツという名前以外、実はほとんど情報が手に入っていません。ただオビトとマダラの配下としていろいろと暗躍していたようです。だがここに来てオビトを裏切った。ええ、つまり奴は元からマダラしか主と認めていなかったのでしょう。カカシ先生。サクラ、
一体どう、ナルト！ナルトの中のキュービが抜き取られて、このままじゃ。だから、四代目様、あなたの、俺のキュービを与えればナルトは助かるんだね。はい。大丈夫、すぐに助けてあげるよ。甘いな。先生、どうなったんですか？すまない、奴にキュービを奪われてしまった。これでナルトは死ぬ、すなわち戦争も終わりだ。あとは俺の時間だ。マダラ様。遅いぞ、クロゼツ。こちらから出向いてやったわ。カカシ、あの姿は？はい、オビトと同じように陸道の力を手に入れたようですね。すみません。ですが、こいつらからキュービを奪っておきました。いいだろう、左目と合わせてこっちに持ってこい。やめておけ。マダラ様がいる限りお前らは何も。貴様まだ。マダラ、その状態でまだ自我を戻してくるとは。まだ俺は眠っていられない。あんたに話がある。俺に？ここに来て一体何の話をする？あんたにとって俺は何だ？今さらくだらないことを。お前は俺にとって他でもないマダラだ。この世界を否定する存在がマダラ。その思想を胸に行動し、無限つくよみの計画を狙う者は全てマダラでしかない。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。この世界を救った救世主としてな。お前も理解したはずだ。陸道仙人が示したこの世界は失敗した。陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎん。チャクラは争いを生み、まやかしの希望を生むだけだった。俺もお前たちも平和を追い求めると同時に争いを求めてきた現実がある。この現実はチャクラという力によって無限の苦しみを強いられている。だからだ、俺は新たな世界を作る。無限つくよみにより忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ。最後にして、最強のチャクラを持つこの俺が導く。そしてお前は俺そのものだ。オビトではない、こっちへ来い。マダラよ、今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。貴様、おかげってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。ある忍びがこの無知な俺に教えてくれたのだ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。俺はもう
あんたにまたがれることもない。己の名を語らせ、他人にすべてを任せることは、仲間に託すこととは違うと、今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺は、そう、今の俺は、火影を語りたかった。もうわかっただろ、お前は。うちはオビトだ。これはいただく。カカシ、ナルトを時空間へ運べ。そういうことか。俺もだ。アセン。迂闊に飛ぼうとすればその隙を狙われるか。何を企んでいるかと思えば、まさか俺の中の美獣を狙っていたとはな。ナルトを助けるつもりか。だが俺から引き抜けたのは1尾と8尾の切れ端だけ。そして今のお前では時空間には飛ぶことはできん。この俺がいるからな。結局お前は何もなすことはできない。今のお前は無力な忍びに過ぎん。俺一人だったらな。かつてあんたが教えてくれたはずだ。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものとな。二つのシャリンガンが揃った俺たちは強い。それこそ固めのリンネガンしかないあんたよりもな。目的はシンプルだ。俺がナルトの元へ飛ぶ時間を稼ぐ。それだけだ。わかった。それでナルトは助かるんだな。ああ、任せておけ。そして今回は俺がメイン。ここからは俺がメインで行く。お前はバックアップだ、カカシ。久方ぶりのツーマンセルだな。しくじるなよ、オビト。行くぞ。本来繋ぐ力のことだ。あとは愚かな行為だ。トーラン先方、イントンライハー。
カカシ、オビト。今回ばかりはいい時に来てくれたよ。ガイ、なんとか間に合ったな。なぜだ。あの速度なら飛べなかったはず。そうか、2つのカムイを使って倍のスピードで飛ばしたわけか。考えたな、畑カカシ。あとは頼んだぞ、オビト。大丈夫だ、俺がナルトを助けてやる。信用できるの？俺は昔からまっすぐ歩けなくてね。だが、やっと。たどり着いた。
ガイが来てくれたのか。で、カカシよ、ナルトはどこだ。ここで戦っているんだろう。ナルトは今別の場所で治療を受けている。あとはナルトたちが戻るまで二人でできる限り時間稼ぎをする。いいな、ガイ。いや、一人でいい。ここからはこの青き猛獣が引き受ける。威勢の良さは認めてやる。それだけだ。おお、ダイナミック。しかしたった一人で地に踏み込むのか。失礼だろうが、そこに道がある。どこまでも突き進む。それがファイトガイという。面白い。全てを破壊する。ダイナミックだ。すべてを破壊する。ダイナミックカントリー。無駄だ。お前程度の体術使いならば戦乱の時代に5万といた。所詮お前はぬるい世界のぬるい忍び。拳の意志も全てぬるい。こいつ俺の体術を受けては平座だ。セーフノー。はい、こっちだ。ナーシー。お前も気づいているのだろう。そんな生半可な攻撃では俺に致命傷を与えられん。もっと踊ってみせろ。今日も、はい、これの戦車ヒルトラ。この程度で息切れか。つまらんぞ。まだまだ。なるほど、少しは意地を見せたか。もう終わりか。ガイ、大丈夫です。リークか。よかった、間一髪だったね。多少は踊れたようだが俺には通じなかったな。さてこれからどうする。さすがにもう手も足も出ないか。今の俺で手も足も出ないのなら次の俺で戦えばいい。それだけだ。どういうことだ。木の葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。ガイ先生、まさか指紋を。ダメだよ、それは。誰もそんなこと望んじゃいない。あれは君の命を引き換えに。いいえ、俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか。お前はもう
見せてくれたからな。え、たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいですか。まったくいい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。ガイ先生、認めてください。今こそ自分の忍道を貫き守り通す時。この強き体は母からもらった。青春の炎は父からもらった。敗北の悔しさは友からもらった。そして己の忍道を守ることの大切さはお前からもらった。満足だ。あとはそれを最後まで守り通す。リーよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の修行だ。オス、証拠りもなく。心よ燃えよ、魂よ吠えよ。今こそ自分の大切なものを死んでも守り抜くとき。第八指紋かい。八門遁甲の陣。面白い。戦いだ。その拳が震えなくなるまで存分に楽しむがいい。ダッシュ！
つにおいて俺の戦ったものでお前の身に出るのは一人だしね。耐え切ったぞ。この勝負、俺の勝ちだ。なんだ、この感じは。これがガイの最後の技だ。なんだ。それによくよく見ると指紋を開いたにもかかわらず体の損傷が進行していない。生きている。ガイは死んでいない。
これならまだ。本当ですか？リ君、急いでガイを医療班のところへ。おっせ。誰かがガイを助けた。一体誰が？この俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。だからこそお前の存在は容易に気づくことができた。何度も何度も、貴様は何度俺の邪魔をすれば気が済む。渦巻きナルト。邪魔すんなっつってんだろ。うちはサスケんとこに行きてえんだよ。邪魔するなって言われてもね、マダラ様に誰も通すなって命令されてんだよね、僕ら。それにサスケだっけ、言っても無駄だと思うよ。もう死んでるって。てめえ、カリンのあの慌てよ。サスケ君に何かあったことは間違いないよね。ナルトビ先生、私たちで奴をやります。あなたたち、ゼツは任せたわよ。分かったらどんなお仕置きされるか分かったもんじゃないよ。マダラの私で私の存在教えてあげないとね。この地は私の死に追いやった。まさか担当する必要があるとは。私の人と外観の情はあるが、同時に喜びを感じる自分がいる。やはりわしは甘いのだろうか。とはいえ、面白い体をしているから、時間があればいろいろと調べてみたいです。そういうところは変わらんの。知らないものを調べたいという欲求は人間にもともと備わっている性質です。ボトン、バイレンガンの術、邪魔はさせぬ。ここでおとなしくしておれ。血は開けたぞ。いてて。あとはわしに任せよ。ではよろしく。誰だてめえ、サスケに何してやがる。なるほど、あなただったのね、カブト。ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。は？こいつがカブト。
ここに何をしに来られたんです？あなたこそ。つうか、サスケに何してやがる。さっさとどきやがれ。落ち着きなさい、カーリン。よくサスケ君を感知してみなさい。感知っつっても、あいつ、サスケのチャクラを感じる。なんで。僕はもう今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあカブト、あんたがサスケを。そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ。サスケ、よかった。しかしカブト、あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです。僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願いを決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕の願いなんだ。